ニコラ・ドゥシェズは、フランスセーヌ・サンドニ県、ロニース・イコール・ボア出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。ルアーブル AC の下部組織出身で2003年に、LB ・シャトールーに移籍。2005年より所属したトゥールーズ FC では、ルアーブルの先輩であるクリストフル・ボーの控えだったが、彼の対談後は、元フランス代表のファビアン・バルテズが加入したが、彼を差し置いて、 政治いを任されるようになった。2008年6月23日、シモンポプランの後釜として、スタッド・レンヌに移籍。前任者の穴を補って、あまりある活躍を見せ、代表にも名を連ねるようになる。2011年6月10日、パリ・サンジェルマン、FC のアントワーヌ・コンブアレ監督より、政治いとして迎え入れられ移籍。しかしシーズン開幕前に故障してしまい、チームは、 イタリア代表のサルバトーレシリグを獲得。離脱中に彼が政治系に定着し、さらに年明けにはコンブアレ監督が解任されて、イタリア人のカルロ・アンチェロッティが新監督に就任した後も状況は変わらず、リーグ戦では出場ゼロに終わり、シーズンを通して控えに甘んじた。UEFA ヨーロッパリーグとクープ・ドゥ・フランス、クープ・ドゥ・ラ・リーグでは、 出場機会が与えられたが、それぞれグループステージ敗退、ベスト8点4回戦敗退という結果に終わった。新シーズンは、シリグのコンディション不良によって開幕スタメンを勝ち取ったものの、毎シーズン17位の FC ロリアン相手に前半から2点を先行され、なんとか追いついたものの2から2の引き分けに終わった。それ以降はシリグも調子を取り戻したため再び控えに、降格している。 16から17シーズンに RC ランスに移籍し、リーグで最優秀 GK となるが、2017年11月、DV で逮捕され、クラブからも解雇された。2018年7月、レッドスター FC93 に移籍した。ありがとうございます。